グレーターロンドン、グレーターロンドンは、イギリス及びイングランドの首都ロンドンの行政区画を形成するリージョンの一つであり、地方長官職を任官する目的で設置されるカウンティの一つでもある。日本語では大ロンドンとも称されることがある。32のロンドン区及びシティオブロンドンで構成される33のに組織されているサザー区に拠点を置く。 ロンドン市長とロンドン議会からなるグレーターロンドンオーソリティ大ロンドン長がリージョン全体の戦略的な地方自治を担う。シティオブロンドンのみに関わる地方自治はが担う。カウンティとしてのグレーターロンドンは1963年ロンドン政府法の施行により1965年4月1日に設置された。行政上グレーターロンドンは当初 グレーターロンドンカウンシル、1963年から1986年の下、スイジェネリスカウンシル地域として設置された。この地域は1994年にリージョンとして再設置され、2000年にグレーターロンドンオーソリティが発足した。2011年の国勢調査によれば、リージョンの面積はで、人口は817万4000人であった。 カウンティとしてのグレーターロンドンの領域は、これとは、独立したカウンティである、シティオブロンを除いては、リージョンと同じである。2012年の統計では、住民一人当たりの、祖父価値は37,232ポンドと、全国で最高額であった。国の統計では、グレーターロンドン市街化地域という用語が、行政上のリージョンの外側の地域を含めた、 ロンドンの連続した都市地域の尺度として使用されることがある。グレーターロンドン、グレーターロンドンという語は、当治、統計、歴史、日常など、様々な分野を説明するために使用されている。天令カウンティの面では、ロンドンは小さなシティオブロンドンと、それよりもはるかに大きなグレーターロンドンに区分される。この編成は、ロンドンという地域が成長を続け、 隣接する地域を吸収合併していく中でも一連の行政改革がしてオブロンドンを周辺の都市的地域と合併させることなくその独特の政治機構を存続させてきたために生じたものである。しを囲む境界線の外側では1855年、いらい多様な行政区画の配置が行われ最終的には1965年に 行政区域としてのクレーターアンドンが創設されるに至った。クレーター・ロンドン、クレーター・ロンドンという用語は、1965年よりも、かなり前から使われており、特に、ロンドン警視庁、管区、1901年の国勢調査にて、首都水道委員会、ロンドンカウンティ・カウンシルが統計において演用、ロンドン旅客運輸地域及び戸籍登録長官が、クレーター・ロンドンコナベーション、 クレーターロンドンコナーベイオンとして定義した地域において言及が見られる。ザグレーターロンドンアーティリエルロードプログラムという幹線道路計画は1913年から1916年までの間に考案された。初期の形式で比較的大規模なものとしてクレーターロンドンプラニングリージョン1927年考案はあり、バーリ この区域はの面積に900万人の人口が占めていた。1889年にカウンティ・オブ・ロンドンの区域を占めるロンドン・カウンティ・カウンシルが創設されたが、このカウンティはロンドンの市街化地域のすべてを占めてはいなかった。特にウエストハムとイーストハム、そして広大なベコンツリーエステートを含む多くの LCC の住宅開発計画対象地域が区域の外側にあった。 第一次世界大戦が終結すると間もなく、LCC は当時ロンドン警視庁とロンドン市警察の管区内に122の住宅当局があったことを指摘し、カウンティの境界線の変更を強く求めた。ロンドン政府に関する王立委員会が立ち上げられ、この問題について審議された。LCC は、グレーターロンドンのために、ロンドン警視庁管区との間を境界とする。 広大な区域を新たに設けることを提案した。この提案に対し、当局が対象としている地域に、ウィンザー、スラウ、そして、イートンが含まれるかもしれないことに、抗議が起こった。委員会は1923年に報告書を公表し、LCC の構想を却下した。この際、二部の反対意見書は、比較的小さなバラカウンシルと戦略的機能を持つ、 中央当局の両方を含めた小規模の都市的地域の合併を超えた変更に賛意を表明した。翌年、1924年ロンドン交通法が委員会の審議の結果を受けて成立した。カウンティオブロンドンとその周囲における地方自治制度改革は、次にを議長とするクレーターロンドンにおける地方政府に関する法律委員会によって検討が進められ、3年間の審議の末、 1960年にハーバート報告が提出された。委員会は、1万1コミュニティが、グレーターロンドンの一部分を形成したとしたらいかんか、を決定する他に、次の3つの指問を適用した。1、独立したセンターとしての当地域はそれ自体で、どれくらい強固であるか。1、そのロンドンとの諸関係は、どのくらい強固であるか。そしてどれくらい、強固に、内向きにロンドンへ向かってではなく、 外向きに国内へ向かって引き寄せられるものがあるか。1963年に制定され、1965年4月1日に施行された1963年ロンドン政府法に基づき、ミドルセックス及びロンドンカウンティカウンシルが一定の権限を有していた、ロンドン、シテオブロンドンを含むの各行政カウンティを置き換え、さらにエセックス、ハートフォードシャー、 県とサリーの一部を、吸収合併して、グレーターロンドンが正式に発足した。当初のグレーターロンドンの行政は、2層からなる、地方自治制度を組み合わせた、独特の制度の上に成り立ち、グレーターロンドンカウンシルが、小さなシティオブロンドンを治め、及び30にある、ロンドン自治区のカウンシルと権限を共有していた。GLC は、 サッチャー政権下で成立した1985年地方政府法により一部の権限を指揮と32のロンドン自治区に移し残りを中央政府と合同委員会に返す形で翌1986年に廃止された。グレーターロンドンは1994年にイングランドのリージョンとしてのロンドンとして復活した。その後によって この広域なリージョンに再び一つ上の階層の政府を創設という市民の意思を確立した。1999年、グレーターロンドンオーソリティ法により、2000年に、グレーターロンドンオーソリティロンドン議会及び直接、公選制のロンドン市が創設された。2000年には、ロンドン警視庁管区の外側の境界線が、グレーターロンドンの境界線に合わせて再調整された。とは、 GLC の最後の議長でもあったケンリビングストン、労働党が勝利した。とでは、ボリス・ジョンソン、保守党が勝利した。では、サディック・カーン、労働党が勝利した。グレーター・ロンドンは継続して、グレーター・ロンドンとしてき地域及びその歴史的な干渉地帯の最も密接に関連する部分を含んでいる。このようにして、5つの自治区では、 市内の公園と同様の方法で指定された緑地を守るメトロポリタングリーンベルトの重要な部分を含んでいる。グレーターロンドンは北方ではハートフォードシャー、西方ではバークシャーとバッキンガムシャー、南東ではケント、南方を指南西ではサリーのと隣り合っている。標高が最も高い地点はケントとの境界線上にあるのウェスターアンハイツで。 標高は245メートルである。1965年の設置以来、中央政府はを重ねてきたが、中でも最大の変更は1969年のの、サリーへの編入とのケントへの編入である。その他には、テムズ内の2等をサリーと交換したり、1990年代に、環状自動車道である、M25 高速道路近くの3つの自治区の、 境界線の一部を調整したりしたことが挙げられる。この環状高速道路の外側に位置するグレーターロンドンの唯一の部分は、その中心から最も遠い土地であるノース・オッケンドンである。グレーターロンドンの大部分は2008年2月4日に発行したロンドン低排出ゾーンを形成している。ロンドン市長は直接高専制の政治家で、ロンドン議会と協力して、 クレーターロンドンの戦略的政府に責任を負う。ロンドン議会の議員選挙は、ロンドンを14の選挙区に分割し、各選挙区に2つないし3つの自治区を代表させて行われる。このうち、シティオブロンドンは、シティアンドイースト選挙区の部である。英国議会会員の総選挙において、ロンドンは73の国政選挙区に分かれており、それらは一つまたは2つ以上の自治区から、 複数の区が合体した地区から構成される。典型的に、一つの自治区は、二つか三つの選挙区に渡っている。欧州議会の選挙では、ロンドンは単一の選挙区から選出される議員に代表される。グレーターロンドンは、イングランドのリージョンの一つであって、国王から与えられる、シティ、地の地位は有していない。そのうちで、シティオブロンドンとシティオブウェストミンスターには、 正式なシティ、市の地位が授けられている。それにもかかわらず、グレーターロンドンは、都市圏及び自治体いう一般的な意味では通例、シティ、市であるとみなされている。グレーターロンドンの東間職が、シティオブロンドンを除くあたり地域に任官される。1997年地方長官法の目的では、当地域はカウンティとして定義されている。 ロンドンという語は通常をグレーターロンドン、またはその都市圏を指すが、それほど頻繁ではないものの古くて、小さなシティオブロンドン、ロンドン市を指すことがある。この小さな地域は、しばしばシティ、またはスクエアマイルと呼ばれ、金融の中枢を形成している。古くは、ロンドンの都市化された地域は、メトロポリスとして知られていた。今日の一般的な用法では、ロンドンと、 グレーターロンドンは通例区別なく使われている。グレーターロンドンは公式には何らかの目的で異なる定義を持ってインナーロンドンとアウターロンドンに区分される。いくつかの目的のために戦略的な都市計画であるロンドン計画では5つの区域に分けられる。グレーターロンドンは戦略的な地方政府であるグレーターロンドンオーソリティの統治下にある。グラは 選挙により議員が選出される議会であるロンドン議会と行政の長たるロンドン市長からなる。2018年3月現在の市長はサディクカーンである。市長はロンドン議会に注意深く調べられ、議会は市長が提出した年間予算案を3分の2の多数で修正することがあるが、市長が発する署名令を阻止する権限を書いている。グラの本部は サザーク区のシティホールに所在する。市長は、クレーターロンドンの戦略的計画に責任を負い、当選人気ごとに、ロンドン計画を作成、または修正するように要求される。クレーターロンドンは32のロンドン自治区、ロンドンバラに区分されて、ロンドンバラカウンシルが各区を統治する一方、シティオブロンドンは12世紀まで遡る、独特の統治機構をありている。 すべてのロンドン自治区のカウンシルは、ロンドン自治体連合に所属する。そのうち、ケンジントンチェルシー区、キングストンアポンテムズ区、クリニッチ区の3つのロンドン自治区には、名誉ある、王立自治区の称号が与えられている。シティオブロンドンの域内には、ミドルテンプルとインナーテンプルと呼ばれるリバティがある。工業化が進んだことにより、19世紀から20世紀初めに、かけて、 ロンドンの人口は急速に成長し、1925年にニューヨークにその座を奪われるまで世界で最も人口の多い都市であった。人口がピークに達したのは1939年で、当時の人口は861万5245人であった。ロンドンの連続的な都市圏は、クレーターロンドンの境界線を越えて拡大し、2005年には、 推計933万2000人が在住していた。一方で、グレーターロンドンよりも広範囲に及ぶ都市圏人口は、都市圏の定義にもよるが、1200万人から1400万人程度である。ユローシュタットによると、ロンドンは欧州連合の域内で最大の人口を抱える都市、及び都市圏である。リージョンの面積は 1, 平方キロメートルで、 人口密度は4761人平方キロメートルである。これは他のどのイギリスのリージョンと比べても10倍以上の数字である。人口の多さという点では、ロンドンは世界で25番目の都市であり、17番目の都市的地域である。ベイドル換算の億万長者の居住者数では世界第4位の都市である。また、東京都もスクワに並んで、 世界で最も生活費のかかる都市の一つでもある。2001年の国勢調査では人口の71.15%が民族構成統計上の白人に分類され、イギリス系が59.79%、アイルランド系が3.07%、ギリシャ系キプロス民族、イタリア系、ポーランド系、ポルトガル系が大半を占めるその他が8.29%であった。 インド系、パキスタン系、バングラデシュ系及び、スリランカ系、アラブ系及びその他の南アジア系民族が、大半であるその他のアジア系が、アジア系に分類され、12.09%を占めていた。10.91%は黒人に分類され、約6%が、アフリカ系4%が、カリブ系0.84%が、その他の黒人であった。 3.15%は混結で、1.12%が中国系、1.58%がその他、フィリピン系、日系、韓国系、ベトナム系及びその他の東洋系が大部分であった。住民の21.8%は欧州連合域外で出生した。アイルランド系民族、アイルランド共和国及び北アイルランド出身者は約2 0万人で、 スコットランド系とエールズ系を合わせた人口と同程度である。2005年1月、ロンドンの民族及び宗教の多様性に関する調査によると、300以上の言語が話され、50以上の非土着民族コミュニティがあり、その人口は1万人以上であるとのことであった。国家統計局の統計によれば、2006年にはロンドンの外国出生者、 の人口は228万8000人で1997年の163万人により増加した。2001年の国勢調査によれば人口の27.1%はイギリス国外で生まれ、非白人に分類される人口がわずかに高い割合で存在することが示された。2011年の国勢調査では人口の59.79%が 民族構成統計上の白人に分類され、イギリス系が44.89%、アイルランド系が2.15%、ギリシャ系キプロス民族、イタリア系、ポーランド系、スペイン系、コロンビア系及び、ポルトガル系が大半を占めるその他が12.65%であった。インド系、パキスタン系、バングラデシュ系及び、スリランカ系。 アラブ系及びその他の南アジア系民族が大半であるその他のアジア系がアジア系に分類され18.49%を占めていた13.32%は黒人に分類され7%がアフリカ系4.22%がカリブ系2.08%がその他の黒人であった4.96%は混血で3.44%がその他 フィリピン系、日系、韓国系、ベトナム系及びその他の東洋系が大部分であった。右の表が示しているのは2011年の最新の国勢調査の実施時点における住民の出生地の上位30カ国である。ただし、これらの数値は各国に関連する特定の民族集団の総人口を公正に指し示すものではない。例えば、ギリシャ民族、ギリシャよび キプロスに期系を持つロンドン市民は30万人であるがロンドンに組織化されたキリシャ系コミュニティが成立したのはこの2世紀近い間のことである同じことはイタリア系及びフランス系のロンドン市民についてもいえこれらのコミュニティが成立したのは数世紀ほどの間のことであるポーランド系コミュニティは中世後期以来ロンドンに存在しているが 2001年の国勢調査においては顕著ではなく、2004年以来顕著に成長してきた結果として、2010年6月までに12万2千人のポーランド系住民がロンドンに居住するようになった。ドイツ生まれの市民の人口データは誤解を抱かせやすい。というのも、それにはドイツに駐留するイギリス軍に従事している、親元に生まれたイギリス国籍者が含まれるためである。 ロンドンは数世紀の間安全な場所としてあるいは経済的な理由のために移民、難民たちにとって関心の的であり続けている。ユグノー、東欧のユダヤ人、キプロス人及び東、アフリカ系アジア人はかつての移民の例であり、アイルランド人、バングラデシュ人、西インド諸島の人々が新たな生活の場を求めてロンドンに行ってきた。イーストエンド地区のあたりは いくつかの民族にとって最初の住まいとなり繁栄するにつれてロンドンの他の地区へと移っていった。現在のグレーターロンドンに相当する区域の人口は1801年の約110万人から1939年には推計860万人に増加したが1988年には670万人まで減少し1990年代に 再び増加し始めた。2006年までには人口は1970年の水準、1920年代と同等の水準にまで回復し、その後は1939年のピーク時の人口に近づきつつある。ここに示すデータは2001年時点のグレーターロンドンの区域を対象としている。1971年以前のデータは 国家統計局が過去の国勢調査に基づいて2001年時点の区域に合わせて再構築したものである。1981年以降のデータはその年の中期推計値2007年8月改定であり、ロンドンの人口が少なめに推計されることで知られる国勢調査のデータよりも正確である。次の表は国家統計局が公表した。 インナーロンドンの当期基本価格ベースの地域別の傾向を示す単位はすべて100万円ポンド。ユローシュタットのデータはインナーロンドンの域内総生産は2009年には2320億ユーロを計上し、1人当たりの GDP は7万8000ユーロであったことを示している。次の表は国家統計局が公表した。 アウターロンドンの冬季基本価格ベースの地域別の傾向を示す単位は全て100万円ポンド。ユローシュタットのデータはアウターロンドンの域内総生産は2009年には1030億ユーロを計上し、一人当たりの GDP は2 1460ユーロであったことを示している。 最大の宗教的集団を形成しているのは、キリスト教徒で、ムスリムヒンドゥー教とユダヤ教とシク教徒が、それに、続き、無宗教の人々も、相当の割合である。イギリスは、伝統的に、キリスト教徒の国であり、ロンドン、特にシティは、多くの教会を抱える。シティにあるセントポール大聖堂とテムズ川南岸にある、 サザーク大聖堂は共に聖公界のであるが、イングランド国教会及び世界中に広がるアングリカンコミニオンの名がたるカンタベリー主教の皇帝はランベスクのランベス宮殿にある。国家及び王室の重要な儀式はセントポール大聖堂とウェストミンスター寺院との間で分かち合われている。この寺院はその近隣にあるイングランド及びウェールズで最大の ローマか特区教会の大聖堂である、ウェストミンスター大聖堂と混同すべきでない。ロンドンにおける宗教的実践は、他のイギリスあるいは、西欧のどの地域での実践よりも低く、アメリカの平均のおよそ7倍低い。聖公会系の教会が広く普及しているにも、かかわらず、近年は、特に、ロンドンの福音的な聖公会計教会で、礼拝出席者が増え始めているものの、 毎週の行事はその教派内においては少ない。ロンドンは相当に大きなヒンドゥー教徒、ムスリム、地区教徒及びユダヤ教徒の諸コミュニティの本拠地でもある。多くのムスリムがタワーハムレッツクとニューアムクに居住しており、ホワイトチャペル地区のトリージェンツパークの辺縁に位置するは最も重要なムスリム建築である。ロンドン北西部のハールークとブレントクには、 ヒンドゥー教徒の大きなコミュニティがあり、校舎には欧州最大のヒンドゥー教の寺院の一つである寺院がある。宿教徒の諸コミュニティはイーストロンドンとウェストロンドンにあり、特に西部のイーリング区にある地区にはロンドンで最大の宿教寺院がある。イギリスのユダヤ教徒の大多数はロンドンに居住しており、重要な諸コミュニティが地区ニューヨーク市とイスラエル以外では、 最大の正党派の地域と、ノースロンドンの、およびウッジウェアにある。が1990年に制定されて、以来、公的資金で賄われる教育は、シティオブロンドンおよび、ロンドン32区に対応する33の地方、教育局を通じて管理されている。1965年から1990年までは、インナーロンドン12区とシティオブロンドンの教育はが、管轄していた。 会場10、65の指示により導入された総合性中等学校は主にグレーターロンドンで見られた一方、いくつかのアウターロンドンの自治区では19校のグラマースクール、埼玉、サットン区で5、ベックスリー区で4校、その他の5区で残りの10校が存続された。これらの区の公立学校の教育は比較的少数のインデペンデントスクールよりも優れている。インナーロンドンでは 私立学校が常に最高の成績を取っており、数の上でも公立校より多い。義務教育修了に相当する中等教育修了一般資格及び大学入学資格に相当する CEA レベルの試験でアウターロンドンの自治区はインナーロンドンの自治区よりも後半に良い成績を残している。GCSC 試験で最上位の成績を出した区はキングストンアポンテムズ区で金差で サットン区がそれに次ぐ成績であった。両自治区はセレクティブスクールを有しており、リーズが管理するイングランドにおいて GCSC 試験の平均点の上位2位を占めている。ついで、ケンジントンチェルシー区がイングランドで3位で、レッドブリッジ区、ハマースミスフラム区、ブロムリー区、バーネット区及びハーロー区がそれに続く。 GCSC 試験の成績がイングランドの平均を下回ったのは10区のみである。2009年の GCSC 試験では全体的にグレーターロンドンはイングランドのリージョンの中で最も良い成績を残した。グレーターロンドンは全般的に裕福なリージョンであり、裕福な地域は一般的に GCSC 試験の結果が有料である。シテオブロンドンには公立学校がなく、 インデペンデントスクールが2校あるのみである。ハーリンゲークとケンジントンチェルシークには GCSC 試験に合格する人々がほとんどいない。リーズが管理する地域の人 c 史、A レベル試験の平均点は GCSC 試験の成績が有料であるのと比較すると残念な結果である。キングストンアポンテムズクは GCSC 試験の成績ではイングランドでくらいで、あるが GC。 A レベル試験では平均点にさえ届いていない。ロンドン及びイングランドではサットンクが G 氏 A レベル試験で最高の成績を取っている。ロンドンにおいて G 氏 A レベル試験で成績が上位であった4校のうち3校はサットンクにある。サットンクにあるインデペンデントスクールは1校のみである。G 氏 A レベル試験の成績で平均を上回った他の数。 少ない自治区には、ヘイバリング区、バーネット区、ベクスリー区、レッドブリッジ区及び、イーリング区が挙げられる。ロンドンの多くの自治区で G 氏 A レベル試験の成績が振るわない理由は、多数のインデペンデントスクールが G 氏 A レベル試験で成績を上げつつあることにあると説明されている。公立学校制度は、16歳で優等生に、 公立学校を迂回して進学されることもしばしばある。より多くの有料なシックスフォームカレッジを必要としているロンドン自治区もある。このリージョンに34校ある継続教育カレッジには技能女性局及び青年学習機構を通じて資金提供されている。継続教育のカレッジとしてはキングストーンカレッジ、ヘイバディングカレッジ、 クロイドンカレッジなどの大きなカレッジがある。ロンドン大学は20のカレッジとスクールから構成される連合大学である。そのうち研究資金の多い順に主要な高等教育機関である2校はユニバーシティカレッジロンドンとキングスカレッジロンドンである。KCL と UCL はロンドン大学の一部であり、2007年まではインペリアルカレッジロンドンもその一部であった。 UCL とインペリアルカレッジはイングランドではオックスフォード大学とケンブリッジ大学に次ぐ規模の莫大な研究助成金を受けている。KCL もイングランドで有数の多額の研究助成金を受けている。研究資金面でこれに次ぐ規模の研究教育機関はクイーンメアリーユニバーシティオブロンでゴールドスミスカレッジはそれに続く。UCL と インペリアルカレッジはおのおのおよそ6億ポンドを得ているなど上位3校はリージョン内の他のどの機関の総収入額よりも2倍以上を収入を得ている。このリージョンには医科大学が多くあり、カムデンクには王立獣医大学、ハートフォードシャーノにも主なキャンパスがあるもある。RVC はリージョン内で中退率が最も低い。学生数についてみると、 ロンドンメトロポリタン大学、ウェストミンスター大学、ミドルセックス大学、シティユニバーシティロンドンが上位5校に入る。ロンドンの学生の50%はロンドン出身で、約30%は他の地域の出身者である。他地域出身の学生の多くは南東イングランド、東イングランド及びやや少数になるが南西イングランドの出社であり、圧倒的多数を占めるのは これらの出身者である。この地域で生まれた学生の50%町は地域内にとどまり、15%が南東イングランドへ行き、30%がスコットランド、ウェールズ、北東イングランドのいずれかに行き、およそ5%がそれ以外の地域へ行く。イギリスの全国の大学卒業者にとって、ロンドンは魅力的である。ロンドン大学を卒業した。 イギリスの学生の70%町はロンドンにとどまり15%未満が南東イングランドへ5%町が東イングランドへ10%がそれ以外の地域へ行く。グラは以下の各都市と双子都市または姉妹都市提携を結んでいる。自治区の双子姉妹提携についてはイングランドの双子都市及び姉妹都市の一覧を参照。 ロンドンの郵便区域はグレーターロンドン全域には及んでいない。グレーターロンドンの郊外地域にはグレーターロンドンの外側にある郵便共名に基づく住所表記がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。